え、今どこに向かってたんですか？あ、今は東横に人がいなかったら広場に行こうかなと思って。今このここの通りちょっといいですか？この通りに、まあ、知り合いがいるかなと思って来たってことですか？なるほどなるほど。ホテル一部屋を借りてみんなで待って、バレないから、うん、そういう感じで暮らしたりして。あ、でもモカちゃんも今そういう感じなの？じゃあご自宅自体はないっていうことなんですか？家はあるけど帰れない。こちらは新宿警察署である。ここがみんないる。あ、夜はみんなここにいっぱいいます。あ、そうなんですか。いわゆる東横キッズっていうやつですね。どれぐらい家には帰ってないですか？一番最後に帰ったのは2年前。2年前。じゃあもう2年ぐらいはずっとネットカフェとかで生活してるって感じなんですか？よく言ったらホテル暮らし、悪く言ったら家出少女。もかちゃんは今おいくつなんですか？今15歳です。15歳？15歳？15歳ですか？中学？中3です。中学3年生？早生まれなんです。あ、で、もう卒業してるんですか？3月11日に卒業式ですけど、はあ、行きません。なんで行かないですか？学校には小学校4年生から行ってないんですよ。小学校4年生から歌舞伎町に来られまして、東横界隈ってできたのが4年前ぐらいなんですよ。はいはい、初期が、はい。東横界隈っていうものがない時から、私はそれができる前からちょっと歌舞伎町に通ってて。ああ、そうです。あ、でも15歳で5年前で10歳ですよね。小学校4年生の時来た時はまだその東横界隈ないですよね。なくて、そう、集まってて、だんだんそういう系統が集まるようになって、ああ、始まった界隈。あ、じゃあその東横界隈の中で言うと、モカちゃんはフル株みたいなことになるんですか？スタート時から言う。でもそれ言ったらみんな怒るんですよね。古いからって生き合ってるなよとかになるんで、そういうのはみんなには言わないようにしてはいる。でもそういうなんかいろいろがあるんですか？でも15歳でもうフル株ってすごいっすね。わかんない。その東横界隈みんな集まって何してるんですか？集まって話したり、ゲーセン行ったり、ドンキ行ったりみたいな。家のないとか帰る場所がない子たちが集まって、なんか依存みたいな感じになっちゃってるのかなって。じゃあみんな、何かしら例えばじゃあ家に帰れない理由があるとか、そういう事情があるってことなんですね。でもかちゃんは小学校4年生の時なぜまず歌舞伎町に来たんですか？お兄ちゃんがホストをやってて、私両親はすごい嫌いだけどお兄ちゃんだけがすごい好きだったから、お兄ちゃんのいる場所に行こうと思って歌舞伎町に行き始めて、が始まり。あ、じゃあお兄ちゃん今も歌舞伎町でホストしてらっしゃるんですか？今です。でそのお兄ちゃんがいるところってなるとホストクラブですよね？あ、そうです。あ、じゃあ小学校4年生からホストクラブ行ってるってことですか？いや、行ってはないですけど、お兄ちゃんが仕事終わるまで、まあ、この辺でブラブラしてたり。え、でも小学校4年生、お兄ちゃん仕事終わるの1時とか2時じゃないですか？いや、もっと遅いです。朝方とか。え、どこにいたんですかその間は？カスタマとか。カスタマ？ネットカフェみたいなものとか、ホテル。一人で入ってたんですか？いや、その時にはもう、なんか自然と仲間がいたんで。うん、小学校4年生ですよね。そうです。お兄ちゃんは、お前帰れよって言わなかったですか？言わないですね。両親がそういう両親だってことを知ってるんで。家はどちらなんですか？家は千葉です。さすがに親御さんから何してんだって連絡あるんじゃないですか？ないです。どうでもいいと思う。一度もそういう連絡ないんですか？ないです。
え、お父さんもお母さんもいらっしゃるんですか。はい、いますけど、どっちも本当の親じゃなくて。どっちも本当の親じゃない、はい、っていうのは、本当の両親がいて、離婚して父親についていって、父親の再婚相手と結婚して、その再婚相手と離婚して、再婚相手の方についてって、再婚相手と、そのもう一人の再婚相手と今暮らす。え、じゃあ本当のお父さんとお母さんはもう今一緒には住んでないんですか。知らないですよ。どこにいるかも、何してるかも。それが嫌だったって感じなんですか。まあ、それも嫌だし、家庭内能力も違くて。お兄ちゃんはまた私の元の親と違うお父さん。違うお父さん、私の実の母親と実の父親の間にできたのが私で、はいはい、その実の母親の一個前の旦那さん。あー、兄さんは連れ子としてお母さんが連れてきた感じだったんですか。その後、じゃあお父さんとお母さん離婚しましたってなった時、お兄ちゃんはどっちについてるんですか。え、私と一緒に。お父さんの方に。で、お父さん再婚しました。で、また離婚します。その時お兄ちゃんはもう独立してて。ああ、もう二十歳とか超えてたんですか。いや、二十歳は超えてないけど、私と同じように中学3年生ぐらいからもう外で歩くようになって帰らなくなって。ああ、で、ホストクラブで今。そうなんですね。もかちゃん、でも今ずっとネットカフェで生活してるじゃないですか。カスタマカスタマって1日泊まると大体いくらぐらいなんですか。私の場合はいろんな人とシェアしてるから、全然もう本当の一部屋、小さい部屋なんですけど、毎回友達と入ったりするんですか。あ、そう、本当は一人じゃないといけないけど、同伴バレないんで、それでみんなでお金分けてみたいな。ちなみに一泊したらおいくらぐらいなんですか。1000円ぐらいで一泊できるんですよ、友達とシェアで。とはいえ毎日1000円かかってたら、まあ、月で3万ぐらいになるじゃないですか、食事とかもそうだし。そういうお金ってどうしてるんですか。あ、捕獲してます。何歳ぐらいからそうやって生活してるんですか。中学校1年生から。まあ、じゃあもうこの3年間ぐらいずっとそういう感じなんですね。トイレ多いです。トイレコキッズの中には。結構みんな帰れなくなった理由とかってどういう感じなんですか、他の子たちっていうのは。家出とか好きで来てる子もいるけど、8割がそのなんか悩み抱えてる子が多いかな。多分ここにいる子ってみんなそうなんですけど、来たいってみんな思って悩みは決めないことみたいな感じで、から何しようってなったら、ここに来るしかいる場所もないし、やることもないし、できることがないから、ここにいて、はい、私は12月の30日まで5ヶ月間入院してて、精神病院で。で、それで5ヶ月間トー横に来なかったんですけど、それでもっと精神病んじゃって病院から抜け出したんですよ。今やっと抜けられたから。その病院に自分で行ったんですか、精神病院。児相の人が連れて行ったんです。児童相談所の人。で、そうなった時って親にも連絡は行きますよね。行きますけど、心配なふりだけして、迎えに行くふりだけして終わりみたいな。あ、じゃあ恋愛対象が女性なんですか。どっちもいけるんですけど、実際に男の子を好きになったことはない。バイセクシャルっていうか、そういうパパ活をし始めたのが中学1年生で、女の子好きなんだなって聞いたものも中学1年生で、なんか男の人は自分の体さえあればなんとかなるんだなって思っちゃってるところがあるから、多分男の人を好きになれないんじゃないかなって思うから。実の父親から自分はそういうことをされることで生きてる意味があるし、そういうことをされなかったら生きてる価値もないんだなって思う。普通じゃないなとは自然には思ってたけど、でもこれがお父さんからの本当の私への愛情なんだなっていうのは変な思考になっちゃって、そういう考えになって。
あ、ひょっとしてあれですか、カスタマって。あ、そうです。そうですか。へえー、はい。だいたい豊子キッズ何時ぐらいまでいるんですか、路上に。路上は今まではもう夜中朝方までずっといたりしたけど、最近はすごい私服警官が多くて警備が強くなったんで、11時ぐらいにはホテルに行けるようにしてます。で、実際そこで補導されたこともあるんですか？あります。小学校4年生からここまでの間に何回ぐらい補導されてるんですか？20回ぐらい。補導歴20回ってことですか？そんな感じ。で、その都度、今のご両親に連絡行くわけですよね。で、偽装に飛ばされて、逃げて戻ってくるのを繰り返す。毎回そこを抜け出して、歌舞伎町に来る。だいたい今そのパパ活で月にどれぐらい稼いでるんですか？月に、でも安定してなくて60万以上は稼いでる。は？1日2万以上は普通に稼げるんで。パパ活で少なくても60万ぐらい。ちなみにいくつぐらいの男性が多いんですか？インスタ、ツイッターで募集してる時は2、30代が多くて、声かけてくださる方は3、4、5ぐらい。50代とかの方もいらっしゃるんですよ。あ、そうです。トヨキッズは卒業ってあるんですか？まあ、もう勝手に消えていく感じです。平均するとみんな何歳ぐらいでいなくなっちゃうんですか？いや、もう全然バラバラです。だって今20後半の人もいるし、もう30代ぐらいの方もいるし、そうじゃないですけどね、トヨコ界隈の方で若くて、小学校の子供とかもいるし。小学校の子も未だに来てるんですか？増えますかね。あの TikTok とかでそういう動画が上がってから、東横に憧れてる子が増えちゃって、別に家庭環境が悪いわけでもないし、本人にとっては辛いんだろうけど、食べるご飯があって帰る家があるのに見たいって言ってる子たちも最近はすごい増えてきました。別に家庭環境も恵まれてるのに。私はもう多分3年はいないと思います。18歳まではいない多分。友達って思ってないです。裏切られるのが嫌だし、私親友だと思った子3人いて、うん、今までで3人とも全員死んじゃってて、病気とか死んとかで、それがあったから、友達は作りたくないなって思って、友達じゃないけど仲いい仲間、なんだろう、そんな感じ。友達だとは思ってないです。相手は分からないけど、私は思ってる。作るのが怖い。作るのは怖いというか、まあ、失うのは怖いっていうのに近いですかね。一個気になるんですけど、例えば今の、まあ、本当の両親ではないとおっしゃってますけど、両親がめちゃくちゃモカちゃんに愛を注ぐじゃないですか。でも行くなと心配だからずっといてくれっていうことで、すごいモカちゃんを大切にしたら、モカちゃんはここには来ないですか？でも愛っていうものをもらったことがないから、もうもらった時にどうなるかっていうことを知らないから、わからないけど、多分行ったとしてもちゃんと家に帰るだろうし、そういうパパ活とかもしないで学校にも活動してたんじゃないかなとは。それでも懐かしながら生きたい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 生きて思い出して情けなくて、そんな日でも心に背は向けないで立ち向かえ、不安だらけ。そんな夜でも一人じゃ